清太郎の海賊ラジオ。ちょっと立ち話。始まりました。清太郎が電話します。今、私が気になっている方を電話で捕まえてお話を強引に伺っております。今回は埼玉県さいたま市日本で初めての女子プロサッカーリーグウィーリーグ三菱重工浦和。 レッズレディースから広報担当の松本弘明さんに電話がつながりました。昔から私、松本さんをまっちゃんと呼んでいるんで、そんな気さくな呼び方で失礼します。まっちゃん、ご無沙汰しております、聖太郎です。どうもご無沙汰しております。大野さんの声が聞けて大変嬉しく思ってます。もう2年近くコロナのおかげで、まっちゃんの声も聞いていないからね。そうですね。その間に、ウィーリングという これは日本のプロサッカー史上大きな幕開けとなる、えー、記念日を迎えたわけですが、はい、チームやサポーターから演じるエネルギー、ビシビシ抹茶に伝わってるんじゃないですかそうですね、まあ。とにかく初めての,あの女子のプロサッカーリーグということで、サポーターの皆さんもかなりあの前がかりになってまして、えええー、初めは あ相当大きなあことをやっていこうっていうようなことだったんですけども、まあ、コロナあっていうこともあって、えー、焦らず一歩一歩着実に、えー、クラブとお,、まあ、お互いを尊重し合いながら、はいえー、新しいことにチャレンジしていこうっていうふうにあの言われてます私はその方がいいと思うじゃないと何かあったら単なるブームで終わっちゃうとあの彼女たちが悲しむからね。 はい、ですから今回のようにコロナ禍の中での、まあ、スタートになったんだけどそれを逆手に取った今まっちゃんがお話になったえ歩行性がいいんじゃないかなと思うんですがただそうは言いながらもポンポンってレズレズディースらししいいい勝利を重ねたでしょはい、ありがとうございますそうするとサポーターの気持ちはね抑えていたものがまた上がってくるんですよ。 <laughs> <laughs> そうですね、あの選手たちもおやはりあの職業になったっていうところで、非常に大きな気持ちの変化がありました。はい、あの練習時間が午前中になったということもありますけども、ええ、あと天然芝で練習ができるようになったり、<あ>えー、環境が全部良くなりましたえ今まで天然芝では練習できなかったの 今までは天然芝は本当にあの限られた時間だけだったんですね、ほとんどは人工芝で練習してましたので。へえ。そういうもんなんだ。ということは、裏割れずトップチームが、えー、調布の三菱のグラウンドからスタート切ったとき、そしてこちら、裏場に、えー、あのこのまた汚かったクラブハウス、雨漏りするようなとこを借りて。<laughs> 砂利道のところに車止めて、あの頃にもレズの選手たちは少しずつ少しずつよくなっていくことで感動を覚えていったんですが、はい、これは同じですね、はい、彼女たちもね。同じですね、日々、えーまあ、充実をしていってるというか、プロになったんだなっていう思いを感じてるということを言ってますねで、期待以上のものをやっぱり出していかなきゃいけないと。はい そういった環境が良くなった分で、今までと同じではいけないんだっていう、その責任を感じているというふうに言ってます。まあ子供たちの憧れになる、えー、そういう存在にならなければいけないと、そう、はいう思いで練習に取り組んでいるようですね。マッチョンから見て、じゃあ彼女たちにこう浮かれた部分なんてのは一切見えませんかそうですね。でもあの練習は非常に明るく、もうとにかく笑顔が絶えないんですね。は<ー>ですから、あのまあ、そこだけ見てると、 あのなんか浮かれてるみたいに見えますけども、はい、も毎日終わった後ですねそれぞれの自主トレー、えー、そして、えー、クラブハウスを出てからもですね、はいえー、筋力トレーニング、フィジカルを鍛えに行ったりとか、ええそれぞれがやっぱり隠れたところでは相当やってますね。あそうなんだ、それをまっちゃんが感じるわけだ。そうですね。あ<ー>みんなやってますね。やってる、やってることがわかるんだ。はい 分かりますね,いいですねやっぱり体も大きくなってきてますし<ー>、はい、プレーにも出てますし、うんえー、パワーアップしてるんじゃないかなと思いますこれ大原サッカー場で練習してるわけじゃなくてあのレッズランドなんでしょそうですねちょっと、あのー、街中かから離れますけど、はいえー、彼女たちの練習っていうのは、えー、ファンやサポーターは間近に見るわけにいかないんでしょ 今は、あの、コロナで、え,ー、えっと、ご来場いただいてないんですけども、はいお。まあ、その辺の、情勢が変わってきましたら、当然、あの、皆さんにも練習から見ていただきたいと思っていますし、はい。今は試合の前に、あの、メディアの皆さんに週1回、えー、公開させていただいてるんですけども、は、えー、まあ、彼女たちもお、自分たちを知ってほしいというところでは、はい。あの、練習も、はい。見ていただけるように、準備をしたいと思っています。 将来、そのレズレディースの選手たちに憧れて、えー、目指すという小学生あたりが、えー、時間があったらレズランドの片隅に集まって、えー、練習なんか見るような風景が日常の風景になると、ま、っちゃいいねねそうです、ね、本当にあのこう日常の中に女性のサッカーというものがあ一つこうお、まあ、大きな位置を。あ を締めるための第一歩になったかなと思ってます。さあ問題はこれからで一応ウィーリーグの試合ダゾンでご覧いただけますが、えー、まあ、ダゾンってのはいろんなスポーツがもう集合体になってるんでね、その中からウィリングをわざわざセレクトしてもらわなしいでいけないんで、え今後どういうようなアプローチが必要ですかね。はい、えっとまずあの今おんさんそのダゾンには。 数多くのスポーツプログラムがあるとおっしゃってたんですけども、女性のそのサッカーがですね、はい、このダゾーンで放送、配信していただけるっていうところ、まずこれに感謝じゃなゃければいけないなと、今までなかなか見向きもされなかった。うん、それがですね、他の数多くのスポーツと同じ 扱いにしていただけたっていうところ、ええ、これは非常にこれだけでも大きなことだと思ってます。なるほど。うん、ここまで来るのも大変,<だ>大変じゃないかなと思うんですね確かにね。はいえー、ウィリングができたから、はいっていう、そういう状況では今ないってことだからな。そうですね。うん、まあ,あとは、今のご質問にお答えするとすれば、はいあのー、今、クラブからの 選手たちの発信、インスタグラムとか、はい、あのツイッターとか中心なんですけども、えーえー、オフィシャルサイトもリニューアルをしましたし、はい、新たにロゴマークなんかも新しくして、えーえー、レディース専用のコミュニケーションマークっていう、はいえー、そんなマークを作ったんですね。ですので、まあ、そういったオフィシャルでのお発信を増やしていって、えー 知っっててもらうっていういいいとところ、まあ、ころれが大きいかなと思います、はい、そうですね、そういう,こう本当な地道の積み重ねっていうのは、とても、えー、今後につながってくるんじゃないかと思うんですが、また、あと大きなところでは、ですね、はい、ウィリーグの日程とね、J リーグの J1 の日程ですよね、はい、あと時間帯とか、これ、どうにかになりませんかね、2つ応援したいってやつ人がね、ものすごく多いんですよ。 いや本当におっしゃる通りで、ええ、あの、なかなか、クラブだけの、お問題としては解決できない、ね、ところもあるんですけども、ええ、まあ、両方のリーグ、それからあ、対戦チームの皆さんの協力も得ながら、はいえー、我々の仕事としては、やはりそこを調整していくっていうところです。はい、それと、えー、まあ、かえ、逆にですね、それを、おまあ、 あの、坂手にとってではないんですけども、えー、例えば、えー、夜に男子トップチームが試合がある、うん、その日は午前中に、えー、同じサインスタで女子の試合をやらせてもらえないかなと。うそうすると男子のまあ試合を見に来たサポーターの皆さんも、まあちょ、ちょっと早く行って女子の試合を見てみるかと。はいはい。 で見てみたところ、あ、これ結構面白いな、というふうに思ってもらえるような、うん、まあそんなことができればあ理想かなと思って、まあこの日程が重なったことを逆にですね、えええー、ポジティブに捉えて、えー、そんなことができないかなと。あとは駒場から最下への移動のお応援バスを出させていただいて、両方、ええ、の試合が見れるようにしていただいですね。ダブルチケット販売だ、えーまあ。そうですね、ホームの時はまあそういうことがね、できるかな。ね って思ってるんですけどね。まあともかく我々まあこういう伝えの方の、えー、メディアの役割でもあるんで、お互いに協力し合いながら、はい、ウィリングを確実に成長させて不動の存在にさせるように、えー、やっていきましょうよ。ああぜひお願いします。もうとにかくメディアの皆さんの力が非常に大きなものになりますので、えー、ぜひぜひお願いしたいと思います。はい。またあのいろいろ話しかしてください。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はいありがとうございました。 今回は埼玉県さいたま市三菱重工浦和レッズレディース広報担当の私はまっちゃんなんて気さくに呼んでおりますが松本博明さんにチャンネル登録よろしくね。